そうか。あれもその道術でやり過ごしていたというわけか。里の奴らが何と言おうと、お前は立派な上人だ。俺はもう死ぬけど、お前の目になってこれから先を見てやるからよ。リンを頼むぜ。オビト、お前の目になって先を見据えるのはどうやらここまでのようだ。リンを守れなかった俺だ。お前との約束を破ってばっかりだが、許してくれ。オビト、リン先生。俺も今からそっちへ行くよ。カカシか。こんなところにいたんだ。お前の話を聞かせてくれないか。ああ、すごく長くなるからゆっくり話したいんだけど。ああ、いいさ。父さん。